はい、こんにちは、こんばんは、お元気でしょうか。はい、バスとかね、電車とか、まあもしくはタクシーの中でも会話しない人はいると思うんですよ。で、その時の時間つぶしって皆さん何してるんだろう。電車に乗っている時とか、まあ、電車を待ってる時とかでもまた違うと思うんだけど、大体その動画を見ているか、その LINE ニュースとか Yahoo ニュースとかを見てたりとか、あと営業職なんかな、でもね、そういう、まあ LINE ニュースじゃないけど、そういう、なんだろう、営業に役立つ、ちょっとした話題のね、きっかけになりそうなものを、まあいろいろと情報としてね、話をしたりだとか、情報を得たりとかしてると思うんですけど、皆さん何してんだろうな。あ、ゲームとか、あとポケモン GO とかの、あれをやってるとかね、うん、ドラクエのやつとか、うん、いろいろありすぎちゃって、なんだろう、あんまりね、手を広げすぎちゃって、何にもしてないゲームとかがありそうな感じがする。うん、でもまあ、本当に、面白いゲームとかあればいいんだけど、何が面白いのかわかんないし、まあ友達とかがこれが面白いよとか言ってても、自分がハマんなかったりとかしそうで、なんかインストール しないなーとかいう感じがします。うん。まあこれはあくまでも私の感想なんで、ハマるときは多分ハマると思うんだけど、うん。皆さんどういう時間の潰し方をしてるんだろう。まあ LINE をしたいとかもしてるだろうし、まあ、LINE じゃなくても、まあ、そういうことしてるだろうね。いろんなこと。その休みの時に向けての情報を集めたとか、っていうのもあるだろうし。うん。あと、そういうね、こういう動画のさ、話題集めっていうのかな。どういうことをしたら、みんなが集まるだろうかとか、どういう、話題に触れた方がいいのかとかね、いろいろとあると思いますけど、うん、ちょっと気になる、どういう集め方をしてるのか気になるところではありますが、はい、以上です。それでは皆さん、さようなら。